ップ戦の決勝です。優勝をかけた戦いになります。どちらのチームからも気合十分な様子がうかがえますね。この試合を戦うのはブラジルとアルゼンチンです。さあ、サウスアメリカカップの決勝が始まります。この日のためにサポーターはチームを応援し、選手は必死で戦ってきました。この努力がより大きな成果となって残るのはどちらのチームでしょうか。どちらでしょうかね。今最も勢いを感じる2チームでの決勝ですから、いい試合になることは間違いありません。注目の試合のキックオフです。そうですね。両チームにとって重要な試合ですから、目が離せませんよ。ブラジル代表のスタメンをご覧ください。今日はウイングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。アルゼンチン代表のスタメンをご覧ください。4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワードが縦に並ぶ形になっています。奪った。一転してチャンスだ。ジェズス、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。カゼミーロ、さあスタジアムのテンションが上がります。これはいけません。あっさりとパスカット、味方に出すでしょうか。アルゼンチンボールのスローインになります。ジョバニ・ロチェルソ、アルゼンチンドリブルで崩します。中央で受けた、決められるか。まだあります。ボールはヘディングでラインを割りました。リードする絶好のチャンスでしたが枠に嫌われました。このボールは相手にクリアされました。いいカットです。ボールを奪いました。この試合にはカップ戦の優勝がかかっています。激しい試合になりそうですね。クラブがタイトルを獲得できるチャンスです。チーム全体が燃えているでしょう。メッシに注目しましょう。このボールはブラジルがキープします。ジェズス、メッシ、狙いは悪くないクロスでしたが誰も触れません。中央にクロスが上がった。前に出しました。ジェズス、ボールがアルゼンチンに渡りました。
このパス、素晴らしいボールです。コーナーキックです。同点ですが、ここはディフェンダーが上がってくるでしょう。リバラのコーナー、ここはしっかりクリアされました。どうやらネイマールがサイドをつけそうです。エリア内、体を投げ出した。レアンドロ・パレデス、ジオバニ・ロチェルソ、メッシ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。空いているスペースが見えたか。中央へのボールはクリアされました。ディバラがスルーパスを狙いました。メッシへ、この決勝戦見事にリードしました。これは大きなゴールですね。この後の戦術に注目です。ヘッドから得点が生まれました。パワーがある選手ですね。コースも最高でした。違うアングルから見てみましょう。このリードには監督もかなり喜んでいるようです。アルゼンチンはチームの雰囲気が一気に明るくなりました。キックオフです。現在はアルゼンチンがリード。カゼミーロ、ジェズス、ロドリゲス、イカルディ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。スルーパスが味方に通る。ポストに当たったか。味方の位置を確認する。ここでシュート。このシュート、旗が上がってオフサイド。これは微妙なタイミングですね。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。シュートだ。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。スコアは1対0。注目の試合のキックオフ、アルゼンチンのリードで残りは45分。後半戦キックオフです。レアンドロ・パレデス、ディバラ、中にはメッシ、クロスは通りません。チャンスを潰しました。ここにいるのはネイマー。ルーズボールになった。このロブパスはよくスペースが見えていました。抜いた。シュートは入るか。このシュートは入りません。同点に追いつく絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、これ以上のチャンスがあるかどうか分かりません。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。チャンスを逃さず勝ち越しゴールを決めています。枠を叩いたシュートもいいプレーでしたし、後半も期待できます。アレックス・テレス、ここはパスミスになりました。ボールを失います。アルゼンチンのスローイン。ブラジルが選手を交代します。パウロ・ディバラ、サイドのスペースを使います。クロスの質が良くありません。スローインになります。ブラジルのスローインで再開です。カゼミーロ、
ジオバニ・ロチェルソ、止めたが抑えられない。さあどうなる。ゴールが決まったかと思いましたが、結局キーパーが抑えました。最初のセーブが素晴らしかったですね。ゴールを見る、ガブリエル・ジェズス。キーパーと1対1でしたが、大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。コレア、メッシに注目しましょう。ファビーニョ、フィールドの中盤でボールを奪いました。フリーキックです。アルゼンチンです。ニアポストにいいクロス、キーパーに近すぎたようです。これは見事なインターセプト。ブラジルのフリーキックから試合再開です。ここで一人交代です。体力的な交代でしょうか。シュートを狙う、キーパーの元へ弱いシュートが行きました。フォワードに低い位置で渡します。ボールが来ません。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ゴールキックで再開になります。ブラジルが選手を交代します。コレア、見事なスルーパス、よく止めましたがボールはこぼれています。ブラジルのフリーキックになります。サリーニョ、ボールがアルゼンチンに渡りました。圧力をかけられます。これはまずいパスでした。相手に渡ります。ブラジル、予感がする形になってきた。サイドをえぐって中を見る、ガブリエル・ジェズス、カゼミーロ、ボールを失いました。先ほどまで激闘を繰り広げていたピッチに歓喜が響き渡ります。待ちに待ったこの瞬間、チームにとって、選手にとって、そしてサポーターにとっても大きなタイトルです。一方、相手チームの選手は冷静を装っていますが、落胆は隠せません。はい、勝ったチームの選手たちにとっては最高の瞬間ですね。選手たちはこのために皆頑張ってきたはずですので、大いに楽しんでほしいですね。負けた方の選手もこれをバネに来年もチャレンジしてほしいですね。さあ、勝利チームの選手たちが表彰台に向かいます。選手たちからは余裕の表情すら伺えます。やはり志を高く、目標を高く持っているということの表れでしょうか。ええ、このタイトルは目標の達成というより、選手たちの表情からも分かるように、目標達成の途中にある通過点、その一つにしか過ぎないといったところでしょう。しかしタイトルはタイトルですから、今後の自信になっていると思いますよ。今日の試合を見に来たサポーターの喜びもひとしおですね。もちろんですよ。見に来たくても見に来られなかった人もいるのですから。ああ、選手たちがスタンドに駆け寄ります。応援もしてくれたサポーターとトロフィーの喜びを分かち合います。素晴らしい光景ですね。このトロフィーを手にできたのもサポーターの声援あってのことですから、みんなが一丸となって勝ち取ったタイトルですね。
そして最後にタイトル獲得の記念撮影です。選手の顔から喜びが溢れています。いやー、どの選手もテンションが上がる。